오늘은 김동훈 최고 령도자께서 사주의 기치를 변함없이 국민민을 이끄신다고 언급했습니다. 개아이스로 다이거 시동샤 김동훈 대한민국 자산공사로서 가입했어 나쁘게 넘어갈 거른 또 자연지도 호니옥 박조관 이다이마 김동일 동시노 이오 타이시대 자연지 자산진 운동으로 아라타나 진세기어 히라이테이코 진분과 23일 러시아의 홈페이지 이루쿠츠크 브로그 스포트 도스카루니 노리마시다. 放送局が人民愛の政治が実施されている両国の現実を高く称えています。ロシア国産民主主義人民共和国との連帯グループの責任者は国産に建てられたモニュメントを見て尊敬する金正恩委員長に導かれる国産労働党が人民生活の向上にどれほど大きな力を入れているかがよく分かったと述べました。元モスクワ市長は平壌の都市設計は簡単するほどだ。平壌は多くのモニュメントと立派な交通網を持つモダンな都市だ。諸村の高地も区画整理されていると述べました。地区地質と研究及び具現会の第一副会長は尊敬する金正恩委員長の洗練された指導のもと諸村人民は目覚ましい発展を遂げている。諸村は傑出した指導者をいただき自分の力を信じて進むなら驚くべき奇跡を想像できるということを実証した社会主義のモデル砦だと述べました。28日、九州諸村中高級学校のチョン・ジンソン校長を率いる在日諸村高級学校学生祖国訪問団が、マイスデ農家の偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の銅像に献花し、敬意を表しました。平壌北道に数十の有機質複合肥料工場が新築されました。九江、東京、ヨミジュ、パクサン、キュルサン、トンリムの各軍では労力を集中して粉砕、混合、水系に至る生産工程がライン化した有機質複合肥料工場を短期間に建てました。各市軍では安全確保に取り組む一方、設備の製作と組み立てを立体的に進めた結果、創業して間もなく総販で高い実績を記録しています。有機質複合肥料工場が建てられて道の農業生産に役立つ物質的技術的土台が築かれました。ジャガン道で春の植樹に力を入れて成果を収めました。北京市では母体育病場での苗木の生産とともに機関、企業、団体の育病場の運営を着実に行い、苗木を十分確保して5月中旬まで春の植樹計画を大幅に上回って達成しました。ランディム郡では労力を集中して昨年同期より150万本以上の木をもっと植えました。平壌郡では臓器を整理し御用なす新鮮からなしをはじめ経済的効率の高い木を植え、牛郡でも経済林風地林の造成に取り組みました。四川郡、平壌郡、平壌郡では園芸の設計を将来を見通して行い、鉄路の周辺に多くの木を植えて風地を引き立てました。平壌郡、連里武郡をはじめ他の郡でも地元の山々を黄金の山、宝の山に作る愛国の一面で樹木の肥大管理をしっかりと行っています。一方、化粧ソンドアパレル工場、化粧都市建設事業所、三文所の共同農場をはじめ化粧市内の工場、企業、共同農場の勤労者も愛国の一面で植林活動に励み、数百万本の木を丹精して植えて春の植樹計画を1割増で達成しました。第7回ショパン国際ジュニアピアノコンクールが5月16日から19日までポーランドのシャパルニアで行われました。年齢別の3部類に分けて行われたこの度のコンクールでは、ソソンと中国、ロシア、ポーランド、ブルガリア、イタリアをはじめ18カ国のピアニスト50数人が参加しました。国際コンクールの舞台に初めて上がったソソンのキュンサン
幼稚園の友人が、リー・ゴンユンさんと、キム・アンギョン安楽サーガー大学、平安第一安楽学院のキム・エソンさんは、最も優れた社会主義教育制度の恵みの中、思う存分伸ばした才能を余すところなく発揮して、高い技術的技量が求められる世界名曲を見事に弾きこなしました。一部類コンクールで優勝したニュージンガさんは、学学賞をもらい、受賞者のモノンコンサートに出演しました。リー・ゴンユンさんとキム・エソンさんは、一部類と三部類コンクールで、それぞれ特別賞を受賞しました。朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会李世勇副委員長を率いる朝鮮民主主義人民共和国党および政府代表団がキューバ共和国の訪問が会えた28日空路帰国しました。2019年中国太陽光公開国際陸上競技大会に参加した朝鮮の選手たちが28日空路帰国しました。25日と26日、中国大陸で行われたこの度の大会に、朝鮮とシンガポール、南アフリカ、カナダなど15カ国と地域の男女アスリート440人余りが参加しました。朝鮮のキム・ブクヒャン選手は、女子1500メートル競走で優勝し、チョンチュルグク、キム・ライニョン選手はそれぞれ男女3000メートルハードル競走で銀メダルを獲得しました。南朝鮮のインターネットメディア都市時報によりますと、25日ソウルのカンハモン広場で、釜山とウルサン、テグ、テジョンなどの各地から集まった5000人余りの各階層の市民の参加のもと、自由感覚党の解体を求めるキャンドル集会が行われました。発明した人たちは180万人以上が参加した自由感覚党解散西南運動に呼応して、またもやキャンドルを掲げることを提案するとし、全域の至るところで真実と正義のキャンドル闘争を一層広く展開することをアピールしました。集会の後、参加者はキャンドルを手にして赤兵一掃、自由韓国党解体のスプレーコールをし、デモ行進を行いました。朝鮮の統一支持、中南米及びカリブ海地域委員会のアピールを支持して、22日オーストリアのオーバーエスパラ・イヒ州青年キム・イルソン近代主義研究会が声明を発表しました。声明は、国の統一を実現するための朝鮮人民の戦いに支持と声援を送るのは世界の進歩的な人々の神聖な義務である。社会主義の勝利の前進のために、朝鮮民主主義人民共和国との国際的連帯を強め、あらゆる対朝鮮制裁に反対して奮起することをアピールする。朝鮮労働党の指導のもと、朝鮮人民が社会主義建設でより大きな成果を収めるものと確信すると述べています。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。アナウンス担当は韓総理でした。こちらは朝鮮の声放送です。教育の情報活室。今、朝鮮労働党は IT 時代の教育発展のトレンドに合わせて、教育で根本的な革新を起こすことを求めています。その重要なことの一つは、教育活動の情報化を実現することです。教育活動の情報化は、教育のマニュアルを送信し、教育方法を改善することによって、全般的教育の質を一段と高めます。教育の情報化は何よりも教育の内容を豊かにします。近代的な情報送信手段と技術の利用は、最新科学技術の成果の迅速な普及、膨大なデータベースの構築と共有などを可能にし、誰もが時間と空間の制約を受けずに、新しい科学技術、新しい情報を自由を通して収束することができます。教育活動の情報化は、また教育の方法を改善し現代化します。情報通信手段と技術の利用によって、従来の教員と学生の対面教育の方法に比べ、授業の効果と認識の効率の高い葉っぱが
な教育の方法が数多く研究され導入されています。遠隔教育がその代表的例です。授業の情報化の実現によって教育の効果は一層高まっています。コンピューターによるメディア教育は学生の熱意を高め興味をそそり、その準備程度と知識習得の過程の特徴に合わせてビジュアル教育の効果を高め、知能を開発し授業の効果を一層高めます。分けてもコンピューターを利用した実験実習設備を近代化し、制作費用が多くかかる実態装置を模型化して、複雑で難しい実験実習も手軽に行い、学生の実践実技の能力を高めます。このように教育事業の情報化は教育の質を高めるだけでなく、学生を IT 時代の頼もしい担い手に育てるために切実に求められています。教育の情報化と質についてお話ししました。去年の保存川の敷地に建てられたチャンジョン通りにチャンジョン手文字食堂があります。敬愛する最高指導者金正恩委員長は701年2012年5月に次いで8月31日またもやこの食堂を訪れ、スーパーマーケットと大衆食事室、個別食事室、肉類及び水産物販売店など食堂の各地を見ました。金正恩委員長が果物と野菜、乳牛及び肉類食品、種類によるスーパーマーケットを見る時でした。ニューヨークで成功な作りのスーパーマーケットの陳列台を一つ一つ見た金正恩委員長は、地に打ちどころがないと満足の意を表しました。そしてスーパーマーケットを正常に運営するためには、食品の値段を正しく定め、営業戦略をしっかりと立てるのが重要だと言いました。また加工食品を見て人間が好むだろうと言い、パン類の売り場に行っては衛生を守り便宜を図って、陳列棚を工夫を凝らしてユニークに作ったと評価しました。チャンジョン手文字食堂の支配人、チャンジョンスコさんの話です。食堂の名前はもちろん、建物の施工、備品の配置、商品と料理の価格、メニューに至るまで金正恩委員長は細やかな関心を向けました。そして人民の便益と要請を絶対的な基準として、サービス活動を行うようにと具体的に示しました。また厚い人員内で人員のために着実に働かなければならないと人間に言いました。人民の幸せに喜びを感じ、人間沼地食堂が人民のサービス施設としての使命と役割を果たすよう詳しく教えた金正恩委員長です。金正恩委員長は、手文字食堂は人民がよく訪れるサービス施設としてにぎわうだろう、我が人民にこの世で一番良いものをというのが労働党の嘘だと言いました。金正恩委員長の深い思いやりの中建てられた三条沼津食堂、今多くの人々が訪れています。人民への思いやり、ジョンジョン手文字食堂についてお話ししました。